おはようございます。12月27日の琵琶湖、雪です。雪、凍ってますね。寒すぎる、冷たすぎる。ついに深夜から氷点下の、滋賀県になりまして、いろいろ凍ってますね。どうしたんですか。あの、急にどうしたんですか。恥ずかしめましょうか。ねえ。あ、スルーしておいて。平山家めちゃくちゃ綺麗です。雪が昨日かなり吹雪いたからな。うわ、しかし美しい。この景色見れるだけでも贅沢ですね。可愛いサイズ。バス、バス。濁い釣れました。はい、濁いです。サーキットバイク8分の3。ちょっとしたなんか息抜きでは最高の釣りですね、これ。さあ、いつバスになるやろな。あ、バレた。溜まりまくってる。あ、そんな気します。そんな気しますよ。さあ、雪降ってきました。わかりますよ。今日行けそうな気するな、ほんまに。なんか寒い中にもあったかさありますからね。まあ、雪降ってる時釣れるって言いますからね。ゴイニーフィッシュ。ゴイニーかもわかんないですけどね。あ、多分ゴイニーやな。横走りしたから。バスやとかなったらテンション上がるんですけどね。ちょっといい、結構でかい。釣り堀状態です。でもなんかあんまりバスっぽい感じじゃない。なんかネット言います。なんか結構重くないですかそれ。ちょっとなんだ。バラさんでください。あんま無理せんでくださいね。はい、ダブル濁いです。ダブル濁いって初めて言ったかもしれないです。あ、取れました。ゴイニーフィッシング楽しいわ。ゴイニーフィッシング楽しいですか。いや、嫌味じゃないですか。ガチの、まあまあね、まあまあ、ちょっとこれが別にメインじゃないですけど、息抜きちょっといいですよね。あ、個人的にこんなん好き。ありがとうございます。まあ、当たりめっちゃありますからね。しかし平山家めちゃくちゃ綺麗やな。ほんまに癒される。なんでそんな、やっぱサウスブレードのがでかいから、匂いが。ペンチ用意しとくか。網でかいすごい効いてる。こうバスやとかやったらめっちゃテンション上がるんですけどね。うぐ、いやいや、すれとかはないですよ。すれてても食って外れて食っ、あの、かかってるだけやから。え、うぐい、え、うぐい釣れた。マジですか。やった。うわ、レアなうぐい釣れた。ウグイも連れてくれます。可愛いな、ウグイは。目立すぎて。胡椒カップラーメン、今日も海鮮です。バスかもしれません。あ、バスじゃないわ、この橋は。うわー、すげえ。船や、ヘラボだよ。ってどんだけ釣るんですか今日。いろんな魚食ってるやん。食ってるんかなこれ。食ってるやん。これ、この正体これ。
さあ今だったおたけびやばいでしょ。え、これめっちゃ引きますね、なんか。え、匂いほんまに。なんか一応構えてるか。なんかすごい、なんか匂いっぽくないですよね。あー、ちょっと今最後が。しっかり丁寧に丁寧に。で、記録業かもしれないね。記録にこれ。ちょもっと真剣に出てください。真剣に似合ってる。大マジやで。すごい、こんなでかいのかかるかっていう。ちょっとでかい。匂いだ、多分70センチか、スレかどっちか。70の匂いっているんかな。スレの可能性ある。これだ。どういうこと。これバスやったらエグいけど、ほら来たゴイにって。バスや。じゃあ、2号や、バスや。バスや。え、言うたらやるか。バスやるか。やったー、バスやった。マジで、バスやった。やばいね、これ。舐めてた。マジで、バスやった。ちょっとやばいって、マジで。やばいって。ここ、ここや。言ったっすよね。バスかもしらんて。やってた。なんか2号そんなにいかん。うん、ちょっとね、ちゃうんすよね。絶対バスで思ったもん。でっか、マジで60センチいってんじゃん。60ぐらいかな。でっか60ぐらいやな、多分。ちょっと、やばないこれ。こっちやった。いや、これやばいな。めっちゃ嬉しい。いや、諦めずにちょっと来てよかったっすね、ここ。やっぱ、琵琶湖のモンスターで針がちょっと曲がってますわ。今方社のこれ何、サウスプレーなんですか。久々の60スタイル。よかった、ありがとう。いやすごいですね、ほんまに。いや、木村さん絶好調です。サウスブレードで本日2匹目のバス。すごいですね。2号何匹釣りました。すごい、数は7匹ぐらい。7匹ぐらいっつって、バス2匹っつって、ウグ1匹釣りまくりですわ。